日本スーパーウェルター級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー153ポンド野口ジム所属日本スーパーウェルター級チャンピオン吉野博之、黄金の左完全復活へチャンピオン吉野博之。頭には黒いバンダナ、何かリングインをした時から異様な雰囲気を見せていますチャレンジャーの金山。対するそれに対してチャンピオンの吉野は痛くて冷静を装っています。チャンピオン吉野、その左で25のこれまでノックアウト勝利を築き上げてきました。あ、そしてこちらは髪の毛を短く刈って、そこに2本のラインが入っています。あ、不敵な笑み、舌を出して挑発するチャレンジャーの金山。ハードパンチャー同士、帝王決着必至のタイトルマッチ。さあ、風雲急を告げる後楽園ホール、戦いの時を告げるゴング、後楽園ホールに鳴り響きます。日本スーパーウェルター級のタイトルマッチ、チャンピオン吉野博之と、そしてチャレンジャー金山俊治です。さあ、1ラウンド序盤から打ち合いになっていくのか。とにかくおっと、左のジャブでギョッとしたのがチャンピオンの吉野です。さあ、八百板さん、はい、異様な雰囲気の中試合が始まりました。そうですね、この試合どんなところがポイントをまず挙げられるでしょう。金山君の右です、ね、右のストレート、あるいは右フック、はい、吉野君の左のアッパー、あるいはフック、それが戦いです。そして右、チャレンジャーの右か、そして吉野、チャンピオンの左か。1ラウンドから激しく両者その得意のパンチを繰り出していきます。和島さん、いや、ね、すごい勇気ですね。あの金山君のね、あのこの今勢いがね、キャリアも少ないし勢いがなんかぐんときますよね。ありますね、吉野君ちょっとこう、あれ、お、それやばいぞっていう感じじゃないでしょうか。あ、飛び切り、ここはフックを繰り出していきました。センターの金山、これがタイトルマッチは3度目の挑戦です。過去2度はいずれも判定僅差の判定で敗れています。これが3度目の正直、自分の人生をかけて戦うと語ったチャレンジャーの金山。第1ラウンド序盤から自らのスタイル、パンチを繰り出していきます。対するチャンピオンの吉野、まだその自分らしさを出していないでしょうか。左のアッパー、共に黒いトランクス、ベルトラインにゴールドのラインが光るのがチャレンジャーの金山です。一方、画面の向こう側、こちらがチャンピオンの吉野、右ストレート、左、右ストレート、この金山の右ストレートです。そして左、右ストレート、金山チャンス、金山チャンス、3度目の超人になるか。一度ブレイクがかかります。チャンピオンの吉野がグラッときた、マウスピースが飛んだ、マウスピースが飛んだ。第1ラウンドはまだ残り1分、残り1分、第1ラウンドはまだ時間がある。金山の右のストレートがチャンピオンの顔面を捉えました。さあ、チャンスだ、金山はチャンスだ。6分1の右ストレート、これが初の防衛戦、通算では17回目の防衛戦。ベテラン33歳のチャンピオン吉野、第1ラウンドはピンチを迎えている。右、チャンピオンは左ではなく右、チャレンジャーは右ストレート、大歓声の中第1ラウンド終了のゴング、チャレンジャー金山が右のストレート、チャンピオン吉野からダウンを奪いました。さあ、そのダウンシーンは右2発、八百板さん、いかがでしょうか。いや、すごいですね、右のストレート入りましたよね。
八幡さんがポイントに挙げられたチャレンジャーの右か、チャンピオンの吉野か。まずはチャレンジャー金山の右のストレートが火を吹きました。第1ラウンドです。チャレンジャーの金山俊成は10戦8勝2敗 7KO、 対するチャンピオンは実に43戦34勝8敗1分け、今日が44戦目という33歳のベテランです。日本スーパーベルター級タイトルマッチ第2ラウンドを迎えました。さあ和島さん、はい、チャンピオン金山のこの気持ちの強さというのが目立った第1ラウンドでしたが、あのね、はい、金山君のこの初め試合やる前にね、これはもう食ってるんだって飲んでましたよね。うちの子は決してキャリアもありなしは飲まれたわけじゃないんだけども、やっぱりいいパンチをいっぱい食っちゃいましたね。そうですね、まずどちらのパンチが上がるのかという段階でチャレンジャーの金山が右のストレートをヒットさせ、そしてその後2発の右ストレートでダウンを奪いました。八幡さん、吉野とすればまだ何にもしてません、はい、そうですね、ただ左を思い切り打とうとしてるんですよね。この吉野の所属する野口ジムの野口会長は、金山の右ストレート打たせて左を合わせていく、そんな練習をたくさん積んできたんだと言います。右ストレートにばかり気にすると他のパンチにやられてしまうからという方だった吉野、左を盛んに繰り出していきます。左のフックです。竹下さん、はい、森さんお願いします。そのチャンピオン吉野サイドですけどもね、出した指示としては頭を下げるなと、はい、それからもう少し足を使っていけと。あ、 そうですね、その2点で集約されてますね、はい、で吉野本人は比較的冷静にその指示を聞いてました。そうですか。チャンピオン赤コーナーサイドは森翔一郎アナウンサーのリポート。八幡さん、はい、確かにほとんど足も使えてません。そうですね、必要になってきますか。やはり少し動いた方がいいですね。それから、ね、右ストレート、顔をね、自分の右の方じゃなくて逆に左の方へダックしたらいいんですよ。あ、なるほど、右をダックしますから右を打ち下ろされるんですよね。和島さん、33歳のチャンピオン吉野には和島さんどんなことを期待しましょうか。やはりね、動くといってもね、はい、大きな動きじゃなくて、うん、足、膝を使って上体をいつも譲ってるということです ね、 この譲ってれば必ずねチャンスあったらすぐ対応できますから、はい、止まってるからねやっぱり対応できませんよね。ややその金山の闘志、そして右ストレートに出鼻をくじかれました。右のパー、チャレンジャーの右のパー、吉野も返していきます。吉野の左はまだクリーンヒットありません。第2ラウンドです。後楽園ホールはものすごい声援、吉野コール、そして金山コールが交錯しています。リングの中央、画面左のチャレンジャー金山がまずは第1ラウンドダウンを奪っています。チャンピオンの吉野とすればいきなりの劣勢。さあここも前に出ていくのは金山です。左、しかし空飛びの左、第2ラウンド終了間際、今度は吉野も左、チャレンジャー金山を捉えました。第2ラウンド、このラウンドは10対9、放送席八幡さんは金山のラウンドとしています。第3ラウンドのゴングです。チャンピオン吉野博之とチャレンジャー金山俊晴、左を出してから右ストレート。吉野博之は、先ほどコーナーリポート森さんからの情報がありましたが、頭を下げないように指示が出ていますが、再三再四その頭を下げてしまうシーンが目立ちます。左のジャブからリズムを作っていくかチャレンジャーの金山。一方吉野、あの左、第2ラウンド終了間際に出したあの左、もう一度繰り出すことができるでしょうか。ボディを放っていく吉野、チャンピオンです。左、もちろんチャレンジャーの金山もチャンピオンの左は警戒しています。右のガードを固めるだけではなくプラスアルファがなければこの吉野には勝てないだろう、そういった対策はきちんとで、手荒れ右ストレート、また右、チャレンジャーの金山の右のストレートです。チャンピオン吉野もここは左を返していきます。まだこれは第3ラウンド、びっしょりと吉野は背中に汗をかいています。吉野君はちょっと上半身揺すってもいいんですよね、振りたいね、
動きが和島さん、足りないですか、もうちょっと膝を使ってね、いつも来たら対応できるようにしておきたいね、去年の9月前チャンピオン河合智也を圧倒で下した吉野です。いい左右の右から左フックチャンピオンの吉野、この辺りが和島さん、そして33歳というベテランのね、そうですね、大事だと思いますが、ボクシングはね、キャリア踏むとあのだんだん打たれ強いと言いますか、慣れてがあるんですよね、だからあまり打たせないようにしなきゃいけないしね、これはもういつもリズムを取ってないとね、あと左、ここはチャレンジャー金山の左、あとそして右、左を返す、さあ吉野の左か金山の右か、第3ラウンドのここから乱打戦になっていく、状態を掲げた何かチャンピオンを見下したようなそんな表情、左ジャブフック気味に放っていきます、チャレンジャーの金山です、振り下ろす右ストレートに圧、また右ストレート、あーっとここはもつれ合っていく、プッシュがありました、プッシュですね、ダウンではありません、もつれ合ったときただ効いてますよ、効いてるね、これ完全に効いてますよ、おそらくポーッとしてますよ、さあ第3ラウンドは残り30秒を切っていますが、果たしてここをチャンスと見るか、金山じっくりといくか、ワンツーでいく、おっと左左グラッときた、グラッときた、左フックダウン、体勢の崩れたところ、今度はチャンピオン吉野がダウンを奪った、ここで第3ラウンド終了です。第3ラウンドは放送席八尾田さん、10対9吉野のラウンドとしました。日本スーパーベルター級のタイトルマッチはあっという間に第5ラウンドを迎えました。チャンピオン吉野博之はこれが33歳初の防衛戦、通算では17回目の防衛戦です。対するチャレンジャーの金山は日本スーパーベルター級のタイトルマッチ、これが3度目の挑戦、過去2度はいずれも判定で敗れて、チャンピオンの吉野です、右吉野の右、あまた右、八尾田さん、あの右どうですか、はい、いや悪くないですね、もう少しね当たってもよかったですね、去年の9月このベルトを取った時も左ばかりが目立つ吉野にしてはよく右を繰り出しています、そうですね、はい、右のアッパーチャレンジャーの金山です。ただ本人曰く狙うと力んで当たらないので、自然のコンビネーションの中で繰り出していきたい、このあとまた左、そしてチャレンジャー金山は右です、ボディーブロー、右ストレートチャレンジャー、吉野君はねさすがやっぱりボディーを打ったあたりね、はい、素晴らしいよね、そうですね、もうやっぱりキャリア十分ですね、ここは至近距離、右ストレートチャレンジャー金山、このリング上の2人の表情、そして息遣い、和島さん、どんな風にご覧になりますか、あのね、金山君はね、はい、もう相手をこうおちょくっておちょくって、カッカさせようとしてるところありますよね、それに乗らないのがやっぱり吉野君ですね、ただ背中にびっしりと汗をかいているのがチャンピオンの吉野です。この辺りはノーガードにして挑発するチャレンジャーの金山、33歳の吉野に対してチャレンジャーと、金山は26歳です。竹下さん、はいどうぞ。青コーナーです、米倉会長に聞いたところですね、プレッシャーをかけていけ、プレッシャーをかけていかないと吉野に逆にプレッシャーをかけられる、だから下がるなと、そういう風なアドバイスを飛ばしていました。これだけ攻勢に攻めながらもまだプレッシャーをかけろという青コーナー米倉会長の言葉、八尾田さん、何か変化は見られますか、金山。別にないです ね、 そうですね、ただ左をよく使うようになりましたね、とにかく今回はこれまで一番練習してきました、そんな風に言っています金山、非常にウエストが絞れています、ノーガードにして挑発、右ストレート一発 KO を狙っていくか、左のジャブチャレンジャーの金山、第1ラウンドダウンを奪われたのはチャンピオンの吉野です。ここでね、はい、金山君もう少し行きたいですよね、うん、ドローと思ってチャンピオンですからね、チャンピオンの勝ちですから、
左、チャレンジャーの右、そしてチャンピオンの左。ここで第5ラウンド終了です。放送席青田さん、このラウンドは10対9金山のラウンドとしています。日本スーパーベルター級のタイトルマッチは第6ラウンドを迎えました。第1ラウンド序盤にダウンを奪ったのがチャレンジャーの金山、一方吉野は第3ラウンドにバランスの崩れたところダウンを奪って、両者ともに1つずつのダウンを奪って、これから第6ラウンドです。吉野の左の耳から、出血があるような、だけど、右のストレートを受けてね、ちょっとこう湧いたって言いますかね。そうですね、これはもう第2ラウンドあたりから、なんかね、そんな感じで受けましたけどね。確かに耳は赤く腫れ上がって、大したことないですね。はい、大丈夫でしょうか。ちょっと心配な情報ですが、ちょっとね、吉野君の手数が少ないんですよね。手数ですか。もともと頭を振って至近距離から左を繰り出していくタイプ吉野、右をここは出していきます。おっと、左のジャブ、金山の左のジャブがチャンピオンを捉えます。後半戦に入りました。スーパーベルター級のタイトルマッチです。お互いにね、相手は得意なパンチを気に入ってますからね、その反対のパンチが多く当たってますよね。そうですね、金山の左、そして吉野の右がよく顔面をそのように捉えています。これまで何人ものボクサーをなぎ倒してきたチャンピオン吉野、現在国内ではランク1、まさに国内最強のチャレンジャー金山を迎えています。第1ラウンドダウンを奪われました。第3ラウンドダウンを奪い返しました。これから残り5ラウンド、徐々にペースを握っていきたいチャンピオンの吉野博之です。長い試合になると八尾田さん、駆け引きというのもありますが、ありますね。あるいは吉野このラウンドちょっと休もうかなというのもどうですか。いやいや、それはないと思いますよ。そうですか。ダウンをしているしね、結構打たれてますからね。極端に手数がこのラウンド減りましたが、それがスタミナ切れでなければいいんですが。左のジャブ、竹下さん、はい、森さんお願いします。チャンピオンサイドはね、手数を出せ出せと言ってますね。言ってますか。はい、セコンドの指示とは裏腹の展開、このリング上チャンピオン吉野です。左のアッパーようやく出しました、チャンピオンの吉野博之。一発で倒そうというね、吉野君ってそういうところありますからね。吉野君はね、やっぱり一発でいこうと思ってますね。田島さん、左を狙っているとその左が出なくなるというのが結構ありますよね。そうなの、相手が意識するからね、当たらなくなりますからね、出しにくくなるんですよね。吉野はこのラウンド一発アップ、左当てた、吉野はチャンスだ、残り時間がない、残り時間ない、第6ラウンド、左、また左、チャンピオンの左、ここで第6ラウンド終了です。このラウンドはもちろん10対9、放送席青板さんは吉野のラウンドとしています。この左がクリーンヒット、火を吹きました。和島さん、この、スロー VTR どういう風にご覧になりますか。やっぱりね、スタミナね、だいぶ金山のスタミナ落ちてきたなという感じがありますね。右を放って左を返したところ、ノーガードになっていました。この後ですが、和島さん、ずいぶんこれ効いてますよね。もうこれはもう完璧に効きましたよ。来てますからね、その5年を後をね、吉野君が攻めたのやはり正解ですよね、ガーッと攻めていったですからね。この辺はやはりベテランですね。吉野のこの左の拳がついに火を吹きました。さあ、これから勝負は第7ラウンドに入ります。チャンピオンの吉野博之、スーパーウェルター級のタイトルマッチ、初の防衛戦、チャレンジャーは3度目の挑戦。さあ、ここはチャンスと見たが、チャンピオンの吉野左を繰り出していきます。八尾田さん、先ほどの左は第6ラウンド終了間際でした、ダメージの残り具合というのは、今はね、カモフラージュでフラフラってきたんです。ああ、そうですか、はい、この辺りもチャンピオンを嘲笑うチャレンジャーの金山。金山君はね、もう狙ってますよ、金山も狙ってますか。そうです、今のはね、ごまかしですよね、はい、これ効いてるんだよっていうような格好してね。ああ、そうですね、そうですよ。この一戦にかける意気込みです。あっと、フェイントかけて左、初め
て、八尾田さん、はい、コンビネーションを吉野が見せましたよね。そうですね、だいぶ落ち着いてきたんでしょうか。おっと、左、第7ラウンド吉野の左です。和島さん、はい、チャレンジャーの金山、右のガードが下がっているのが気になるんですが。そうですね、あっと左、右を返してニヤッと笑った金山。それはもちろん和島さん、金山も狙っているという、それありますね、これサインですね。こういう時は吉野君はね、右ストロート当たるんですよね、はい、相手は左気にしてますから、左の吉野か右の金山か、左のチャンピオンか右のチャレンジャーか、日本屈指のハードパンチャーの壮絶な打ち合いだな。第7ラウンド、左のボディ、左のボディ、右またボディを放っていくチャンピオンの吉野。今度は顔面へ左フック、金山右ストレート。竹下さん、はい、どうぞ。青コーナーですけれども、左、米倉会長はですね、相手は疲れている、吉野はベテランだから相手の吉野の左に騙されるのと、吉野より先に手を出せということを言っています。あっと、チャンピオンの左フック、また左ボディから、そして上打ち分けていく。この辺りがグラッときた、また左でグラッときた、吉野がチャンス、吉野がチャンス、左フック、チャンピオンの左フック、世界を目指した左フック、一度分けます、一度分けます、レフリーの浅尾がここは一度分ける。あっと、効いている、効いている、チャレンジャー効いている。さあ、チャンピオンの吉野はここで仕留めるか。吉野君の場合の左、正確さ欲しいね、黄金の左、よく見て打ちたいな。完全復活を目指す33歳チャンピオンの吉野裕之。第7ラウンドは残り10秒、雰囲気の中、後楽園ホール、ついに吉野裕之の左、2度目のダウンを奪いました。左のアッパーですね。このパンチです。ゴングに救われる格好、チャレンジャーの金山、効いてるんですよこれね、左のアッパーが効いてるんですよね。では黄金の左と言われた吉野裕之です。さあ、勝負の第8ラウンド、日本スーパーウェルター級のタイトルマッチです。和島さん、はい、チャンピオンの吉野、第7ラウンドにダウンを奪いました。ちょっとバンテージがあって危ないですね。金山君、レフリー何やってんの。金山君ね、はい、もう右狙ってますよ。金山も右を狙っている。もう吉野も、和島さん、はい、左を狙ってますよね。どれ来た、右ストレート返す金山、左、両者効いています。左、そして右ストレート、チャレンジャー3度目に己の人生をかける、そう語ったチャレンジャーの金山。アマチュアでも90戦以上のキャリアがある、エリートとしてプロに入り、そしてわずかデビュー5連勝でタイトルに挑戦しました。1度目は僅差の判定敗れました。2度目のタイトル戦も河合城屋に敗れました。これが3度目のタイトル挑戦、金山俊治。33歳、一時代を築いた吉野裕之の壁をここで打ち破ることができるか。右ストレートは空を切ります。第8ラウンド、吉野君ね、吉野君この回でね、一文字打った方が僕はいいと思うね。吉野はここを勝負にしたい、
もうこの回で仕留めないと辛いですよ。左右を返す金山、吉野はもう左しか打たない。初防衛は左で奪う。ワンツーチャレンジャーの金山、左は側後の上から右のパーチャレンジャーの金山、左のジャブです。あっとまた何かノーガードリラックスするようなポーズを取りましたチャレンジャーの金山。ここに来てまたチャンピオンを挑発するかチャレンジャー。右ストレート、右左のアッパー、チャンピオン吉野、右ストレート、どちらのパンチがいつ当たってもおかしくないような状況。第8ラウンドです。必要にボディを追っていくチャンピオン吉野です。八尾田さん、このボディが序盤から打っていましたけどもね。そうですね、じわりじわりと効いてきたか、極端にその表情が変わり出している終盤のチャレンジャー金山です。右ストレートを放っていく、飛び込んでいく左、また左、球を切ります。ここで第8ラウンド終了。このラウンドはチャレンジャー金山のラウンドとしました。放送席です。日本スーパーベルター級タイトルマッチ、残すラウンドはあと2つとなりました。第9ラウンドです。この辺りから八尾田さん、はい、勝負の行方、どんなところがポイントに。ガーッと左、左両方とも、ね、一発がありますからね。ただね、この回ね、金山君がね、接近してどんどん攻めてくるんですよね。アッパー、アッパーでいくんですよ。右のアッパーを送り出していきます、チャレンジャーの金山です。逆に右ストレート、アッパーの吉野はどうでしょうか。引いた素振りは見せません。そしてボディ打ちも和島さん、はい、金山増えてきました。そうですね、やっぱり最後だってことで手数を出そうという、そういう指令でしょうね。ダウンの数は吉野が2つ奪って、チャレンジャーの金山は1つ奪っています。両者にバッティングの注意が与えられました。第9ラウンドは残り2分を切っています。左フック、チャンピオンの吉野です。そして振り下ろすような右、振り下ろすような右が八尾田さん、減ってきたのは吉野の試合運びなんですか。そうですね、頭を下げますね。右ストレート、何の気なしに思いっきりじゃなくスワッと出してるでしょ、はい、それが当たってるんですよね。そうですね。あとチャンピオン効いたか、チャンピオンの動きがここでガタッと落ちていく。チャンピオンの動きが鈍くなっていく。左のアッパー、右、チャレンジャーの右です。吉野君はね、はい、ここで倒さなくても勝てるかもしれないという気持ちあるかもしれないね、ここで行かないということはね。そうですか、私は言ってほしいけどね。そうですよね、36歳という年齢です。何か一発を狙ってる感じするんですよね。ここで吉野の左のバンテージが剥がれまして、それが切られます。振り回すその左、また左のフック。一方チャレンジャー金山右です。右を繰り出したい、右ストレート、右を返した、そして左、フルキル、スウェーバック、追いかける追いかける、これはどうか、ダウンを取った、ダウンを取った、3度目のダウン、吉野が気持ちで倒した。これはスリップ、これはスリップ、終了です。左の吉野と右の金山、勝負は最終ラウンドにも連れ込みます。赤コーナーの吉野博之、日本ウェルター級では14回の防衛、そして東洋太平洋でも2回の防衛、一時代を築いた人気者吉野博之です。去年の9月、日本スーパーベルター級のチャンピオンに返り咲きました。何
7年9ヶ月ぶりの日本タイトルでした。この左の拳、日本ウェルター級に続く2階級制覇を33歳という年齢で成し遂げたチャンピオンの吉野です。一方チャレンジャーの金山、3度目の挑戦、ここに人生をかけている。文字通りの大歓声、ファイナルラウンドを迎えました。これはプッシュ、これは吉野が押したということでランは取られません。ちょっと効いてるんですよ、あのくらいのね、押しでもってあんなに引くぐらいのね、相当やっぱり、ね、金山君効いてるんですよね。第1ラウンドから共に打ち合ってきました。さあファイナルラウンド、あれをかいくぐってね、左を打ったんですよね。左のストレートをかわして伝家の宝刀がここで抜かれました。そのね、コーナー出てくるときちょっと効いてましたからね。効いたからね、本当に顎の取っちゃきの一番効くところへ入ったんですよね、左フック。勝ちました吉野選手には勝利賞といたしまして、イベント協賛スポンサーであります株式会社ナムコよりナムコ賞としてプレイステーション2とナムコプレイステーション2用ソフト元 GP とセブンモールモースの騎兵隊が贈られます。はい、和島さん、はい、改めて吉野ですね。そうですね、一言お願いしたいと思いますが、吉野君のキャリアとね、金山君のこの若さの勢いね、このぶつけられて、やはり吉野君のキャリアの分が勝ったような気がしたね。そうですか、もうどっちも今日も涙出ることね、いやもうどっちも勝たしたかったね。そうですね、素晴らしい試合だった。敗れた金山は今担架でその吉野の横を運ばれていきます。人生をかけて戦った金山、八尾田さん、はい、チャンスはもうそこまで見えてます、何回もありましたけどね、しかし初防衛を果たした吉野博之、この劣勢をよくぞ覆しました。さあそれでは初防衛吉野博之、喜びの声です、お聞きください。それでは初防衛を果たしました吉野博之選手です。壮絶な打ち合いでした。いや本当にまあ、予想通り、まあ、ものすごいやっぱりパンチは本当に強いですね。やっぱりでも特別強いっていうんじゃなくて、やっぱりでもモーションなくうまく右を打ってくるんで、やっぱりアマチュアでそういう積んだだけの技術は持ってますね。やっぱいいようにちょっと僕も右を狙い撃ちされましたけど、まあ不器用で、まあ何発はもらうかと思ったんですけど、まああと根性で倒し返したらいいやっていう、そういうプロですから。試合中もこの場内の大声援届いていたと思います。最後にファンに一言お願いします。本当に危なくてすいませんこれからもなんとかなんとかまあ命かながらちょっと戦って勝ち残っていきたいと思います。まあ世界どこはまだ言わなくて、ちょっと僕はこうやってちょっと楽しくリング上がってるのをみんなも一緒に楽しんでください。また応援来てください、お願いします。初防衛を果たしました吉野博之選手でした、おめでとうございます。チャンピオン吉野の頼もしいコメントでした。まあこれ八尾田さん、はい、確